前ら本気なんだな、じゃあ実は伝えたい情報があるとか、ね、そういう風になってくるんですよ、うん、だからその警察関係者、まあ、内部の関係者も含めてじっと様子を見てるんです、うん、もちろん取材の現場では一体ふざけるなと、お前らいつから週刊誌になったんだとか、うん、すごく多かったですよ、うん、週刊誌みたいな報道しやがって、週刊誌みたいなっていうのは、うん、あの週刊誌いい加減だって意味合い込められてるんですけど、同時に週刊誌っていうのは結局記者クラブの外のメディアで、記者クラブの外のメディアでゲリラで、結構その、まあ、例えば情報としての角度がずさんな部分はあったかもしれないけれども、本当のこと、それこそインサイダーに入っているですね、新聞とかですね、まあ、取り澄まして書かなかったような事実をですね、今まではゲリラジャーナリズムとして掘り起こしてきた、ある意味真実に一旦はね伝えてきたっていう部分があると思うんですよね。それをある意味警察のような立場、権力側から見たらいつから週刊誌になったんだ、逆に言うと僕はちょっと週刊誌の中で仕事してた方が多かったんですが、うん、そういう言い方っていうのは勲章でもあるんですけどね、週刊誌のような報道ということは、うん、つまりそれはあのゾノミロと、うん、まあ言ってみれば本当のことを報じられた側のこの遠吠えのようなね、あの部別で言われて投げかけられたこと多々ありますけど、うん、そういう部分はあったと思うんですよ。でも週刊誌になり下がったのかっていうのは、あるいは赤旗に、いつから赤旗になったんだとか、うん、赤旗みたいなことを書き上がってとか、もうとにかく、意地悪だとか、あるいはそのレクの場から締め出すとか、うん、ああそういうことね、締め出すというよりもそのレクの場で教えないとかね、うん、であとは個別に各社を呼んで、うん、国会と新聞以外には伝えるわけです、うん、普通の何も言えませんとか、でひどい場合はあの例えば容疑者が逮捕された場合は普通報道メモっていうのが出るんですよ、うん、でまあ本当に簡単なものですよ、いついつどこどこ警察署が、こんな人物を逮捕しました、主な逮捕容疑はこうです、あるいはいついつどこどこでこんな事故がありました、車を運転してて亡くなったのは誰々さんですか、そういう簡単なこうペーパー1枚っていうのがよく出るんですけど、うん、もう明確な記憶でないので事実とちょっと混乱してるかもしれませんけど、そこに例えば容疑者の住所とか書いてるんですよ、うん、普通は札幌市中央区誰がとかここに書いたものが出てくるんですよ、はい、その時に札幌市だけしか書いてないんですよ、うん、えこの先は何ですかって言ったら、プライバシーがあるからなんちゃらとかってこう教えられる、以上です。オープンとかでは、まあオープンというかインナーの中のオープン、記者クラブの中のオープンとかではこう言わない、はい、でこう個別にその後にこう朝日新聞なり読売新聞記者をこう呼んでですね、あ、こここうだからね、他の趣味には言うなよ、こういうふうに、そうするとね、やがてこういうことが起きてた、そういう状態がこうずっと続いていると、うん、まあ、あの地方紙で北海道新聞社ですから、その共同通信社、時事通信社に加盟してて記事の配信などを受けてるわけですね、うん、そしたらいくらそんなことをやったって通信社配信で情報流れてくるんですよ、うん、当たり前に、はい、そうすると今度は共同通信にも教えるなとか、一時こうアホなことを警察が言い出したところで、で共同の記者が猛烈に抗議したりとかですね、それは一体何だろうという、まあそんなような細かい、まあしょうもない、本当にどうでもいい話ですけども、いや、こういうしょうもないことが、いやもちろん積み重なって、いやもちろんしょうもないことが大事なんです、だん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 ね、うん、あのこういうふうに権力とことを構えると面倒くさいなということにやっぱりつながっていくんだろうと思うんですよ。およそ新聞の世界とかメディアの世界にいらっしゃらない一般 の, あの人たちもですね、一般とは言ったってサラリーマンの世界や役人の世界や他のいろいろなあの職場で働いてるとね、それぞれ取引先と面倒くさいことになったら嫌だなとか、あのやっぱり生きてくれて長いもの巻かれらないとなとか、それに抗って何かね正しいことを伝えようとするのは大変なエネルギーがいるんだよなってことぐらいは皆さんやっぱりお分かりいただけると思うんですよ。だからそういう小さい嫌がらせがねいっぱい起きて、で言ってみればその本当のことを伝えようとする気概みたいなものをくじいていくんだっていうことのメカニズムは、多分今言ったお話でねすごくね納得されてるんじゃないかなと思います。ただまあ実際その報道の現場の感覚で言うと、うん、そのまあ裏金なら裏金をやってる時に社会正義のためにとかってそんな感じでは全然ないんですよ、うん、もう分かると思いますね、分かります。単純に面白いんですよなんか必死でこう物を隠してこう逃げようとする人を後ろから捕まえてて、何ですかってこう裾引っ張ったりね、なんかそういうイメージじゃないですか。まあ少年探偵団みたいな感じですよね、やってると非常に面白い。なんかどうでもいい事件報道にねまあ携わって
ガチャガチャしてるのがはるかに面白い、うん、単純に面白いんですよ、うん、まあ僕の言い方だと僕だったら多分単純に腹が立つんですよ。ああ、もちろんそれも楽して、うん、それでこう抑圧がかかったりもするとこんなにまあもう腹が立つこと、要するに闘志のものが燃えることはないだろうなと、そういうのは分かります。まあ、だからそうね、大げさなことではないとは言っても、でもまあそれを言葉を整えてね、はいはい、大義名分を立ててあえて言えば、それは社会正義のためにもちろんやったり、もちろんそうです。でそれはやっぱり貫くという建前を建前だけで守り抜かなければ存在理由がなくなってしまいますから、じゃあ何なんですか、本当に御用新聞なのねと、そういう権力とね随伴していきながらその言い分をただ一方的に立て放すと、もうその頃、ね、あの私いろんな本なんかに書いてますけど、うん、裏金報道をやってる時の他の新聞社、うん、例えばこうすり寄っていくんですよ、うん、と警察が話したんですけどね、一緒にこの際北海道新聞潰しましょうと、うん、全国新聞社言いに行ったりするんですよ、うん、で北海道新聞だけをこう仲間外れにしましょうとか自分で言いに行くんですよ、卑劣です。である時にその、警察、あれは確かね、道警本部長だと、うん、本部長の記者会見を要求しようと、うん、記者クラブとして、うん、この問題が、うん、こうガチャガチャ始まった時に、でその時の幹事社、ある全国紙の記者が幹事社だったんですけど、うん、じゃあお前その幹部に行って、うん、幹部のところに行って、当時は総務課長か総務長のところに行ったのか、ちょっと記憶定かじゃないですけど、本部長の記者会見やるという約束を取り付ける声、まあ、普通幹事社は校長に行きますけど、で行ったらただ職場ですよ、うん、本部庁舎の中だったんです、ただ酒飲んで帰ってきたんです多分ビールでも、まあ、遅い時間でしたからね、夜中の遅い時間だった、ただビールだけ飲んで、うん、丸め込まれて帰ってきたみたいなでそれをまた例えばね、そうあのこんなこともありましたね、記者会見にカメラを入れさせないと警察官が言った、うんうん、そんなアホなことないだろう、うん、今でも未だにそうじゃないですか、中央はみんなそうですよね、うん、テレビ局カメラ入れさせないと、こっちは入れろって、うん、当然だろうって、こんな裏金問題でなんか本部長が出てきて記者会見かなんかやろうとしてるときにテレビカメラ入れさせないって何事だ、うん、だったらもうそんな記者会見ボイコットしちゃえってこっちは言うわけですね、まあ北海道新聞とかその他の、でもねやっぱりそれにでもしょうがないじゃないですかって言い出すと必ず言うんですよ、うん、そす理解を示すやつが出てくるんですよ、はいはい、で本来はね、はい、記者 そういう時にこそ記者クラブっていうのは一致団結して権力と戦うっていうのが建前じゃないですかと言うんですよ、まあ、これそんなのは当然じゃないですか、うんはい、で実質的にもそうだし建前としてもそう、記者クラブという存在が曲がりなりにも正当性もあるとしては唯一あるとタグっていうか、まあ、スクラムを組んで権力と対峙するためにクラブがあるんだ、それ以外におそらくは存在理由全くないですからね、うん、だから その場面で実はそのスクラムどころか、まあ、言ってもレッドエブリみたいなイメージは多いわけでしょ、まあその個別の理由によってはあの出来事によって違うと思いますけど、その時はこう理解を示すところというのは、うん、いいんじゃないですか、別にテレビカメラなくたって、うん、やってもらうことが大事でしょうと、そんなカメラも入らないような、そんな雑談だか懇談だか分かんないような、うん、そんな記者会見やる意味ないなんて北海道市なんか突っ張ってます、うんうん、なんかテレビ局でも理解してみちゃって、うん、どうしてかなと思っちゃうんですよ、グダグダになってくるんです、そうです、うん、そんなこともありました、ね、うん。